吉原正義は、熊本県熊本市出身のプロ野球選手。当時は当主であった川上哲二と中等学校時代にバッテリーを組んでおり、巨人入団の動機でもあった。1978年に野球殿堂入り、本庄神城高等小学校時代は、4番、保守を務める。熊本校に入学すると、川上哲二と同級生となる。2年生で、正保守となって、 1934年の甲子園に出場し、決勝戦で藤村文夫を擁する暮れ中に敗れて準優勝。首相として出場した1937年の甲子園では川上とバッテリーを組むが決勝戦で野口二郎を擁する中京賞に惜しくも敗れ、二度目の準優勝となった。また、同年に行われた第九回明治神宮中東野球大会では、 地を患い、しかも悪化して医師から試合に出場できる状態ではないと言われたが、吉原は激痛をこらえて全試合に出場し、大活躍の末に、中京賞に接続し優勝した。バッテリーを組んだ川上によると、試合後の吉原のユニフォームのズボンは、血で真っ赤に染まっていたという。熊本港でバッテリーを組んだ川上と共に1938年に、東京巨人軍に入団。 中山岳氏、内堀田が、次々と応将して、正保守不在であった巨人の本命は、吉原で、鈴木壮太郎が勧誘のために熊本まで行くほどで、あったが、吉原が、川上と一緒でなければ入団しないと言ったことから、川上と揃って入団することとなったという。その後、南海が、熊本港の先輩保守であった、中村富を介して、 吉原を入団させようと画策していたところを、鈴木は、南海監督の高須和夫に対して、吉原から手を引くように申し入れた。当時は、南海も日本職業野球連盟への新規加盟を希望していたことから、巨人の意向を無視できず、やむなく承諾したという。同期入団には、川上のほか松山省の千葉茂高知省の岩本明、滝川中の三田正浦がおり、 あとに、花の13年組と呼ばれたが、吉原が最初にレギュラーをつかみ、1938年、春季リーグで35試合中34試合に、保守として出場した。打順は8番ながら打率、265を上げ打撃成績18位に入る。以降、1941年限りで対談するまで、正保守を務め、前年度で、規定打数に到達。 強権に加え、何より投資あるプレーで、ビクトル・スタルヒン、沢村英二、中尾テルゾーラ巨人投手陣を牽引。また瞬速で、1940年には30投塁を記録。なお、保守で30投塁以上を記録しているのは、吉原と荒川昌治の二人だけである。打撃でも1941年には6番を打って、打率、250。 4本塁打の好成績を上げるなど、1938年周期より1941年までの巨人の4連覇に大きく貢献した。王将のため、1941年限りで退団。第二次大戦でビルマを転戦した際、吉原の前の聖保守であった内堀保つと面会を果たし、戦後の巨人再建を誓い合う。また、ビルマでは戦後巨人のエースとなった。 川崎徳寺とも面会し、寺に苦しんでいた川崎に薬を調達したという。1944年10月10日にインパール作戦終結後伸びるまで戦死したが、遺骨は発見されていない。遺族には弟、姉妹がいた。墓所は熊本市西区にある本名寺内にある。1978年に野球殿堂入り、東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みにも、 その名前が刻まれている。また、2008年夏には、母校の熊本校野球部グラウンドのバックネット裏に、川上と共に、吉原のモニュメント及び素像が作られた。コースを守るが揃った選手であった。当時の保守としては、瞬速で俊敏な動作、試合への集中力、随所に見せる闘志ふれるプレーはまさにチームの要であったと言われる。動きが俊敏で、 元ヤクルトの古田敦也のようなキビキビとした動作でチームを引っ張った。先輩選手たちにも臆することなく守備位置の指示を出し、すでに大投手であったスタルヒンに気合を入れるなど、元来リーダーシップに優れていた。天下一と言われた、ファウルフライの候補でも有名。また怪我にも、滅法強く、戦術の高校時代の字で苦しんだ中でも試合に出続けたエピソードをはじめ、 キャッチャーフライを追いかけ、高楽園球場のベンチで頭部を強打しひどく、出血するも、補給、何事もなかったかのように試合に戻り、血染めの頭髪と頭皮がベンチにこびりついていた、という逸話が残されている。強肩強打とされた割に、打撃成績は平凡であったが、記録以上にバッティングに迫力があり、チャンスに強かった。他の選手からの評価も極めて高かった。 巨人入団同期の千葉茂は、巨人に、吉原以上の保守は後にも先にもいないとまで高く評価。フォークボールの元祖、杉下茂は、文字通り、巨人軍最強の保守は、吉原で、三拍子も四拍子も揃った選手だった。とてもじゃないが、森正彦は遠く及ばない。今の安倍でも及ばないと語っている。保守で俊足という点で、戦前でありながら、 近代的保守の理想像という評価もなされている。それまで鈍重であった保守のイメージを変えたことから、千葉シゲルは小股の切れ上がった保守とも評した。選手時代から保守としてチームを引っ張るのが非常に上手かったことから、千葉シゲルら当時の関係者は生きて帰っていれば、巨人の監督は川上よりも先に吉原になっていたと語っていた。川上は当時の吉原を評して、 足が速く、とにかく元気があるということで評判が良く、戦後のタイガースの土居書きみたいに気が強く、声が大きく、動きが良かった。打者と競争して一塁のバックアップに入ったり、足の速さで普通なら、取れないフライも取った。としている。その土居書きは、自分がお手本にしたのは、吉原さんです。すべて吉原さんの技術から学びました。と述べている。 真面目一徹の川上と違い豪大きな遊び人であった、と仲の良かった白石勝美の著書に記されている。給料をほとんど遊びに費やし、白石に背広を2着借りて質屋に持ち込むなど、借金をしてまで遊びに行っていた一方、酒はあまり強くなかったという。武骨な顔に見られるが、性格は社交的であり、誰に対しても人懐っこかった。 巨人の若手合宿所の前に住んでいた女優の高峰、三重子とはいつの間にか家に出入りするほど親しくなっていたという。吉原とそろって入団した川上が入団当初にスタルヒンの快速球を前にして地震喪失に陥り、前途に悲観的だったのを吉原は励まし、力づけ続けた。ある時川上が荷物をまとめて故郷に帰ろうとしたところを 吉原が思いとどまらせたこともあった。川上は後に一塁一種に転向して、嘆きの神様と呼ばれるほどの大打者となったが、今の自分があるのは吉原のおかげと、熊本に帰郷する際には吉原の墓を必ず訪れていたという。ありがとうございます。